準備はいいか。この壁を越えちまうと簡単には戻ってこれねえぞ。お前、これが終わっても何でもやり続けんだろう。そのつもりだ。合ってると思うぜ。それ、わかる。最初はよ、不愛想、気取りや、過剰な自意識、いけつかないやつ堂々1位だったが、さすがに分かってきた。本当のお前は、違う。そうそう、本当は優しいよね。子供の頃は気づかなかったけど。そんなものもしあっても戦場では役に立たない。いや、邪魔だ。ま、神羅に優しくする必要はねえけどな。エアリス、待ってるよ。かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。悪い奴らをぶっ潰す。お姉ちゃんを助けて。絶対帰る。行くぞ。
こりゃいつどこが崩れてくるかわかんねえぞ。ねえ、お父さんは？大丈夫、大丈夫だから。この先はもっと危険で、助けたい人が後悔しますよ。俺たちは特別だ。気をつけてくださいね。得意分野だ。進むぞ。
蹴散らすぞ。邪魔はさせない。ああ、もし、もし、そこだ。こっちか。これくらい。うっ、切られろ。ここで仕掛ける。雪原。なれ。こちら。一気に叩き込む。いや。あそこを登るんだよね。ちょっとでも崩れたらヒュー、ドンだな。今に始まったことじゃない。安全な道なんてとっくになかったな。行き止まりか。このロープ救助隊のかな。この辺から上がれんじゃねえか。ワイヤーが使えそうだね。ロープが垂れ下がってるところを狙って。失敗して落ちんだよ。いいか、ワイヤーはな、センスだ。わかるか。ああ、うん。登ると戻れないからね。準備はいい？上の方からロープが垂れてねえか？ペースを上げてもいいぜ。捜索か。上等だ。目的を忘れるな。分かってるよ。まずはエアリスの救出だろう。
ああ、問題ない。モンスターが出たが、こっちで対処した。アバランチめ、仕事を増やしやがって。どうせ怯えて隠れてるんだろう。見つけ出して、モンスターの餌にしてやれ。上等だ。俺は逃げも隠れもしねえぞ。餌になんのはどっちか分からせてやるよ。もう切れてる。引っ掛けてよ、飛び越しちまおうぜ。かけてみるか。なんだお前ら、アバランチか。見つけた。至急応援をよこしてくれ。ド派手な登場になっちまったな。ルータイの手先だ。よさえろ。ワイヤーがあればいけんだろ。今度は崩れないといいけど。
また崩れりゃ真っ逆さまだな。